牧田さん、よくぞこんな商品を出してくれました。こういうものを待ってたんですよ。これモデル名 MUC019GZ っていう 40V のバッテリーで動かせる電動のチェーンソーになります。本当にこれ待ち望んでた。これしかもこんな感じでリアハンドル仕様の電動のチェーンソーになります。オープン。うわでかっ。あ、こんな感じなんだ。すげえ。なんだこれ。で、こんな感じで箱の中にはこのチェーンソーを買うとよくついてくる T 字の工具と、これありがたいですね、チェーンソーオイル、これも付属してきました。で、自分 40V のバッテリーはすでにいくつか所持してるんで、今回本体のみのものを購入しました。で、これは、おお、来た。こんな感じで、これはガードかな。来た、これガイドバー。こんな感じで、450mm っていう一番長いものを今回チョイスしました。で、これが、装チェンですね。このオレゴン製の装チェンが付属してきます。もう間違いないメーカーです。で、まあこう組み合わせるわけなんだけど、ここのゲージ幅と呼ばれるこの幅ですね、これが 1.1 ミリの方を選びました。 1.3 ミリってのと 1.1 ミリっていうものがあって、2種類の幅のやつをこう比べた時に幅が広い方が滑らかにこう切断できるらしいんですけど、こっちのこの細い方が何て言うんだろう、この抵抗が食わないんで鋭く、しかも食いつきながらこう切れるっていうんで、こっちにしました。チェーンソーを使う前にこれらを組み立ててあげる必要があるんで、まず組み立てちゃいます。ここがロックですね。すごっ。はい、じゃあこれ準備整ったんで、この 40V の 5A のバッテリー自分所持してるんですよ。これ草刈り機、 80V の草刈り機に使うっていうことで 5A 2つ買ったうちの1つです。これつけてこれ作動させてみたいと思います。でこれ何がいいって、バッテリー1個で作動させることができるんですよ。このバッテリー2個付けで初めて動くとかじゃなくて、バッテリー1つで動かせる、この 40V のバッテリー1つで動かせるっていうのが非常にいいですね。これでこれ電源入れて、モードとかがないらしいです。もう本当に電源入れてこうぶん回すだけっていう、こうシンプルですね。特にモード調節とかはないです。じゃこれでこうやって、やば、これあ、でもここの握り具合でちょっと調節できますね。やばこれ。でこれパワーもすごいんですよ。これガソリン式でいうところの 42mm クラスのチェーンソーと同じパワーがあるらしいです。いやすごいですよね、電動でそこまでパワーが出せるっていう時代にもう突入してるんですね。でしかもこれ世界最速のチェーンスピードも誇ると。これちょっと怖いんで、安全装置かけて、電源落としてちょっとバッテリー抜いておきます。いやこれすごいな、これまずこれこのハンドルがですね、これ金属製のハンドルになってるようです。で前のものは、結構プラスチック、強化プラスチックみたいな感じなのかな。そうまさしくこんな感じです。これ18V で作動させることができるマキタの MUC254D っていう、これ電動のチェーンソーです。これはこれで自分愛用してたんだけど、まあ、ここですね、この部分、ここが金属ではなかったんですよ。ここからこう出てここにまあつながってるんだけど、これ金属じゃなかったと。これがこっちだとこんな感じで金属製のかなりしっかりしたハンドルになってると。いかついこのこれもついてますね、このスパイク、金属製のスパイクもこうついてると。
で裏側はこんな感じになってますね。ここでチェーンソーオイル、チェーンソーオイルはここに入れるんだけど、ここからこう出る量をここで、さっきの工具を使って調整できるようになってると。これが出るちょっと前に出た同じく 40V の小さいトップハンドル式、こういうトップハンドルですね、トップハンドル式のチェーンソーも出たんですよ、電動のやつで。まさしくこれのこの 18V のこれ MUC254D、 これの多分後継機に当たる感じなのかな。後継機というか、まあ、パワーが強いバージョンみたいな、 40V のこれみたいなやつがこう出たんですよ。で自分それにしようか本当に迷って、それも買う予定だったんですよ。そしたら今回これが出たっていうんで急遽こっちにしました。いやちょっと本当にタイミングが今回はもうドンピシャでびっくりするぐらいタイミングが良かったんで、この1個前に出たやつは同じく 40V でパワーも強いんだけど、トップハンドル式のものなんですよ。だから正直これとパワー以外はそんなにこう使い道は変わらないというか、はい、これ結構枝打ちとかにはいいんですよね、軽いんで。枝打ちとかにはいいんだけど、太いこう木を切るっていう時にこれだとちょっと物足りないなと。やっぱこのガイドバー、これ 450mm あるんで、これぐらいあればもうこれメイン機として使えるんで、しかもこれこのリアハンドルになってるんで、こうなんだろう、腰を入れてしっかりと木をこう切り倒せるっていう、これは確実にもうメイン機としてもう使えるものなんで、ちょっとこっちにしてよかったなとはちょっと思いました。はい、ということでこれ使って早速いろいろ切ってみたいと思います。じゃあちょっとこれで切ってみたいと思います。これ電源今ちょっと気づいたんですけど、長押しじゃなくて一回押しで切る入れるなんですね。これは楽ですね。はい、じゃこれでいってみます。すごっ、やばこれ。じゃあこれちょっとこのスパイク使ってこう切ってみます。うわこれすげえマジで。これやば。でまだこれぐらい切っただけじゃ全然バッテリーは減ってないですね。だいたいこれぐらいの太さの木も余裕で切れました。この5アンペアのバッテリーフル充電でこれぐらいの太さのものだったら66本切れるらしいです。はい、ちょっとこれでもうちょっと太いやつとか実際に生えてる木もちょっと切ってみたいと思います。この木を切ってくれっていう依頼があったんで、切ってみたいと思います。
せな感じで一瞬で終わっちゃいました。で、バッテリーはこんな感じでまだ1個は減っただけです。本当にこの刃の食いつきがいいですね。切れ味もめちゃめちゃいいっす。これ以前同じくマキタのスプリットモーターに高枝切りチェーンソーをつけて、切ったこれ柿の木です。でちょっとこれ、残ってるこの切り株みたいなやつがあるんでちょっと試しに、これを切ってみたいと思います。これ太さはだいたいこれぐらいで、まあ、直径30センチぐらいあるかなって感じです。ちょっとまあ途中攻めすぎた時に刃がこう止まっちゃったんだけど、ゆっくりやれば大丈夫でした。いやこれすごい。しかもこのスパイクめっちゃ使いやすいですね。スパイクがあるとないとで全然この作業の効率が違いますね。こう引っ掛けてこうグイグイといけるんで、これついてるのは非常にいいです。いやこんなのも切れちゃうと。もうちょっと輪切りにしてみたいと思います。今一回も止まらずに行けましたね。やっぱゆっくりこう切っていくといいですね。あんまり負荷かけない方がいいかもしれないです。にしてもこれはすごいな。ちなみにこれも40ボルトで動かせるエアダスターです。これも超おすすめです。はい、てな感じで、これだけ切ってみました。まあこれだけじゃなくてさっきの実験の時からバッテリー変えてないんだけど、残量がですねまだこんな感じで、半分残ってます。この66本切れるってのは20センチだったかな、直径の木を66本切れるっていうことだったんで、やっぱこう太めの木を切るとなるとやっぱちょっと消費は激しいのかなって感じです。ただ、この電動のチェーンソーでこんな太いこんなものまでこう切れてしまうんで、いやこれすごくないですか。一瞬でこれ片付いちゃいました。いや本当にこれびっくりしました。ちょっとこれ使ってみてまず良かったと思ったところから上げていきたいと思います。もう良かったと思うところはもうこのパワーですね。もう見てもらえば分かる通りこんな
太いものでも、バリバリこう切れちゃったんで、パワーはほんとすごいです。でこれバッテリーで駆動するんで、あのエンジン始動の手間がもうないんですよね。それが本当に良かった。でこの以前あの出した動画で、ガソリン式のチェーンソーで MEA3600 っていうのと MEA5000 だったかなの2つをやったんですけど、やっぱどちらもエンジン始動の時に結構こう手間がかかるなって思ったんだけど、これはそのストレスがないです。あの混合油も作らなくていいし、メンテナンスが非常に楽ですね。あのエンジン式の方って、あの長期間保管した後にいざこう始動させようと思うと一発でエンジンかかんなかったりすることとかもあるじゃないですか。でそれが起こっちゃうと、まあ、キャブ掃除したりとかいろいろメンテナンス大変なんですよね。ただこれだったらもうバッテリー入れてこう握ればもうポンと動かせるんで、これは非常にいいなと思いました。でこれエンジン式でいう、42mm クラスのチェーンソーと同じパワーがあるっぽいんで、ちょうど MEA3600 と MEA5000 の間ぐらいかな。個人的な感想としてはその間ぐらいのクラスのチェーンソーっていう感じで、使えそうな気がしてます。なのでもうパワーも申し分ないと。でこういった握るハンドル部分、これも金属だし、ここ開けたところもこのハウジングのところもすごいこう剛性が強い感じになってるっぽいんで、非常に安心感があります。でこのスパイクも非常に使いやすかったです。これをこう軸にこう切れるんで、それも良かったですね。であとここがこう断面がこうすっきりし、断面というか何て言うんだろう、この側面がすっきりしてるんで、こういう感じでスパッと地面からなるべく低くこう切るようにもこうできるようになってるっぽいですね。であとはこれ、このナットもあのこれ全部外すとポロって取れるんじゃなくて、ここにいたままになってくれるというか、その落ちないようにそういう工夫もされているっぽいです。やっぱ現場で刃変えたりとか、まあいろいろ詰まっちゃったものを取ったりするときに、これのおかげでこうボルトをなくさずに済むと。であとやっぱこういう風に切るときに、このリアハンドルはこれは非常にありがたいですね。めちゃくちゃ作業しやすいです。で個人的にはこれ重さはそんなに気にならなかったですね。あの玉切りの時もこの重さをこう利用してこの自重でこう切っていくみたいなやり方もできるし、こう重さも分散できるんですよね。だから個人的には重さはそんなに気にならなかったですね。今回自分はゲージ幅が 1.1 ミリのやつを選んだんだけど、本当にこれ切れ味がいいです。本当に食いつきがいいです。ここにこう持ってかれるというか、自然とここに来て切れるみたいな感じで、なんて言うんだろう、ちょっと言葉で表すのは難しいんだけど、本当に食いつきがめちゃくちゃいいです。でバッテリーも、まあ、さっき見せたんだけど、まだ5アンペアのこの半分残ってるんで、他の場所で切った木全部合わせた分の単純に倍ぐらいの作業はまだできるかなっていうイメージです。本当に技術が進歩してるんだなっていうふうにこれ使っててちょっと感じましたね。なので結構これ火の打ちどころがないというか、メイン機としてもこう使えるし本当に頼もしいです。ただこれ、強いてここがなと思ったところを上げるとすると、どこだろうな、あこれあのバッテリーがやっぱ5アンペアを推奨してるんですよ。でカタログには4アンペアも可能っていう風に書かれてます。4アンペアこれですね、このエアダスター、これはこれですごい便利だったんだけど、ここに4アンペアのバッテリーがこうついてます。これも使用可能っていう風にこう書かれてます。なのでこんな感じで、もう余裕でこう作動させることはできるんだけど、最大のこの力を引き出すには5アンペアのバッテリーを推奨してるっていう風な書かれ方がしてます。なので逆に言うと 2.5 アンペアとか、あの一番、容量の小さいあれを使う場合は最大の力はまあちょっと発揮できないみたいな、そんなようなニュアンスのことを営業の方に教えてもらいました。なので、まあ、使うとすればこの5アンペアを推奨してるっていうところですかね。まあ、ただ自分みたいにこう5アンペアを持ってるよっていう人であれば、もうこの本体を購入すれば、もう刺せばこれだけのものが切れるこの環境が整うんで、これは非常にいいんじゃないかなと思います。 あとはあれだ、途中何回かちょっとあったんだけど、あんまりこう攻めすぎてぐいぐいこうやりすぎると途中で負荷がかかって止まっちゃうっていうことが何回かありました。ただその点はですね、まだ自分これ慣れてないっていうのもあるんだけど、ゆっくりゆっくりゆっくりこうやってあげれば大丈夫です。で最後の方は結構グイってやっても大丈夫でした。やっぱあの幹のこの中心部が硬いのかな、
中心部に行った時に止まるっていう傾向が結構あったんで、中心部はゆっくりやってあげてっていう風な切り方をすれば、止まらずに、途中止まらずに切れたこともあったんですよね。あんな感じでやれば止まらずにいけると思います。はい、ということで、牧田さんとんでもないものを、開発してくれました。これめちゃくちゃ気に入りました。でこれ冒頭でも自分ちょっと言ったんですけど、本当にタイミングが良かったっていうのが、 1,2 週間後ぐらいに木をいっぱい切らなきゃいけない作業があるんですよ。でそこでもうこれ早速投入したいと思います。本当にタイミングバッチリでした。これもう現場に持っていけばバリバリ使えると思います。ちょっとその様子も、できたら動画にしたいと思うので、お楽しみに。ということで、今回はマキタの 40V の充電式チェーンソー MUC019G の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。